そんな流暢じゃない。あ、そうですか。一番ね流暢なのはこの太郎ちゃんだな。彼はうまいな。この間の G7 のこの前ブルセルかな。ブルセル。のニュースエイトで出ても、うん、なんかバイデンさんと腕組みながらなんか生き生きとしてるように。意外にね。外務大臣好きだったから外交自分が先頭に立ってやるの好きだと思います。だってそのエマニュエルと新しい大使とまた広島行ったじゃない、はいはいはい、ああいうのすごく大切なんですよ。その日本のメッセージとしてね、核戦だってロシアが使うかもしれないじゃないですか。大都会には撃たないにしても平原にミサイル撃ってくる可能性ありますからね、戦術核を。でもそこで20万人が一瞬に死んだんだってところに、アメリカは大使だけどもバイデンの側近でしょ、それが言ったってのは非常に重要なメッセージだと思うな僕は。